九州皆さんこんこにちは加藤です今回はあのダルビッシュさんがサイ・ヤング賞受賞した件についてお話ししたいなと思いますダルビッシュさんサイ・ヤング賞受賞おめでとうございますやーばいでしょマジでめちゃめちゃすごいしでもめちゃめちゃかっこよかったもんね今年ねすごかったマジで でね、まだあの、メジャーリーグの方では、サイヤング賞の受賞が決定したわけではないんですけれども、ツイッターのね、ドキュンプロスピ協会の方から、ダルビッシュさんにですね、サイヤング賞を送りたいなと思います。で、受賞理由としては、メジャーでね、これだけ活躍中なのに、プロスピ、ね、プロ野球スピリッツっていうゲームを多くの野球ファンに広めたっていうことで、受賞が決定しました。で、個人的にはね、メジャーの方でも、 サイヤング賞取れるんじゃないかなと思うので、こっちの方もね、あの、ついでにお祝いしておきたいなと思います。えー、ダルビッシュさん、メジャーリーグで日本人初のサイヤング賞、おめでとうございまーすすごいくし